線抜けるか、ボールを前線に運びます。受け取る先は中国、ここには誰もいない。キーパー飛び出しましたが、これはライン終わります。ゴールキックだ。さあゴールキックだ。あとサーガー来てるよ。ちょっと待てよ、サーガー来てるから時間にもっとかかってます。タイムまで、はい、これはまずい。おシュート、おーゴール。今の2点目誰ゴールガウチームとして2点目誰が誰のシュートかな。誰ここで点差を判定します。これ10分間でしたっけ。そんなやんの。さあ、2人試合が始まります。2点差をつけられています。1分の試合なので、あともう9分です。さあ、そういうことができるのか。井川さんのサーガすげえな、しかし機動力。これはライン終わります。さすがにサッカーをやるために作っただけある。チャンスが生まれました。エスパルコール、ここからボールを隠れるか。中にワニエ、ボールを奪う。さあ、このカット。ライン際のボールが大久保、大久保を取る。これは踊ってる踊ってる。ディフェンスが挑発をしています。ディフェンス、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 ディフェンス。ここでガルーが近づいていく。ボールを奪う。ずっとこれは切れない。中央のパス。ただ、ゴール前に味方は誰もいないので、今、ファーストラインに攻め攻めていない状況で、スピードを許しますが、今、黒ブリックが向かっています。黒ブリックボールがちょっと混戦しました。ボールが投げました。今のこのキックはシュートシーンが決まりそうなんですけど、あ、ペナルティーエリア、シュートとか、あ、キーパーが遊びました。キーパーが跳ね返ったボールを誰かが、まだチャンスだ。はい、また1分です。これ残り1分、2点ボールがちょっと混戦してます。ガルとクロブキーが引っ掛かってますから、誰かが押してあげた方がいいと思います。はい、今ちょっとゴール前でかなり混戦状態です。今ゴール一番近いのは黄色いエスパルス側なので、ジリのロボットが一番近いです。抜けました。これを突っ込むバルーが一番先に映りましたね。バルーが突っ込みました。来たよ、来たよ。おっと、人間が邪魔してる、人間が。お、嫁の攻撃を旦那が防いだ。前半か。前半。